宣元室4月19日帯は、佐藤浦千家前家元15代半曹操室。最後は、宝雲祭。若創唱時代は、宗教、現在は大創唱、宣元室と称する。元室の名は、千家四代目の戦争創室が、宗室襲名前に元室と名乗っており、これにちなんで12代自家曹操室が隠居した際に、元室を名乗ったことに由来する。妻は、登る三つ子。 長男は原家元16代原木創出。父は14代、広志創創出。姉は、茶道家、観光総裁評論家の塩月愛子。辞定は、名谷義春、担当者社長。宝塚造形芸術大学大学院教授。池野短期大学客員教授として、伝統芸術研究領域における指導にあたるほか、日本、国連親善大使、外務省参与、日本、 国連ユネスコ親善大使、日本会議代表委員、日本国際連合協会会長、日本馬術連盟会長、京都参画会 C の取締役などを務めている、同年生まれの俳優である、西村明とは、舞鶴海兵団で出会い、特攻隊の編成の際にも、同じ隊に所属していた、特攻作戦の実行が近づいたため徳島から、釧路海軍航空基地に移動する日、 飛行訓練後に自分たちが乗る飛行機の機体の傍らで手持ちの道具と配給の洋館で5人の隊員全員と茶会を模様したことは戦後西村の10回自身の著作や講演などで広く知られる終戦直前にかのやから松山の基地への転属が命じられたため西村とは別れることとなった戦後の1946年に偶然にも 用事で、文部省の建物の前にいた喪失は、命令で、演劇関係者が結成した労働組合の行列の中から大声で名前を呼ぶ声があり西村と再会を果たすこととなったが、この時まで西村は出撃によりすでに亡くなったものと思っていたという。西村は出撃したが、期待故障のため引き返し、また、喪失自身は出撃することがなかったため、胴体では、 この二人のみが生還した。1997年に西村が死去した際、生前の約束に従って、葬儀委員長を務めた。テレビ時代劇、水戸黄門の引導シーンが午後8時45分。水戸黄門引導の場面の定着と変化も、参照以下、厳出。ありがとうございます。